皆さんこんにちは。今回なんですけれども、フットボールトークをですね、していきたいと思っております。でですね、ちょっと今回ですね、もういつもと始め方をね、変えながらですね、早速本題に入っていきたいと思いますけれども、やっぱりこうフットボールの世界で過小評価されてるみたいな選手っていたりするじゃないですか。あるいは今シーズンに入ってすごくね、評価が爆上がりしたみたいなね、選手がいるなと思っておりまして、まあそういった選手をまずは挙げつつ、でその後ね、ラリーガの、まあ、注目のプレイヤーみたいな話にね、入っていければと思っています。で、もう早速その、まあ、過小評価されてる選手とか今シーズン評価上がった選手みたいな話で言うと、すごく難しいなと思うんですが、例えばタイプ的に言うと、まあ、カゼミロとか、インテルのバレーラとか、あとはバイエルのイヤとミュラーとかね、ちょっとこう、一見地味だけれども活躍してるみたいな選手とかって、そういうところが僕はあると思いますし、あとは、パリサンジェルマンのディマリアとかね、っていう選手ってそういうところがあると思いますし、あるいはこう評価が上がった選手でいうと、今シーズンはね、テオ・エルナンデスとか、マウントとかね、マルコス・ジョレンテとか、そのあたりの選手を挙げられるかなという気がします。で、まあ、この中でですね、今ちょっとこのどっちにも入りそうだなみたいな、っていう選手がね、いるんじゃないかなと思ってるんですけども、それが僕の中で結構ジェラール・モレノだったりします。で、ジェラール・モレノに関しては、本当に、ここ、ね、1、2シーズンで言うと一番成長してきてるというか、ものすごく伸びてる選手だなと思いますし、まあもちろんこのビジャレアルっていうね、まあスペイン、ラリーガで言うと、こうまあミドルクラスのね、チームだと思いますけれども、そこでこうエース張ってるっていうのは当然そうですし、本当毎試合こう違いを作ってくれる選手でもあると思いますけれども、今はもう本当にスペイン代表にも定着してきてて、スペイン代表でももうちょっとこうエース級、もうジェラール・モレノを起用すると点取ってくれるみたいな、結構そういう雰囲気がありますし、試合見ててもありますし、チームメイトからの信頼っていう意味でも、トップのところにこうモラタが入っているのよりも、やっぱりジェラール・モレノ入っていた方がやっぱ安心感とかね、ある感じがするんで、まあそういった意味でもジェラール・モレノ、まあ、評価上がってる選手でもありますし、それでもなおも過小評価されてるなっていうところもあるんで、やっぱりね、ラリーガいつも見てる人とは分かると思うんですけれども、あんま見ないなって方はですね、ぜひ今のうちからですね、注目していただければと思います。もうただこの夏にね、ほんとちょっと移籍してっちゃうんじゃないかなっていうぐらいのプレーを今シーズンはね、見せて、いますし、こう、左利きでね、すごいリーチがあって、キープ力もあるし、ライン間でボール受けて、さばいたりとか、まあ、ベンゼマじゃないですけれども、攻撃をね、作っていくというか、チャンスメイクもできて、なおかつゴール前にも出てて、自分でも点取っちゃうみたいな、だから本当こう、アルティメット化してきてるなっていう感じの選手でもあるんでね、やっぱりジェラル・モレノはですね、これからね、見ていくべき選手じゃないかなと思います。で、まあ、ジェラル・モレノの話したんで、まあ、ラリーガのね、話に入っていきたいんですけれども、ちょっと今回は、この流れで、まあ、ジェラル・モレノもそうですが、今ちょっと見るべき、リーガのです。ストライカーをですね、まあ、5人ぐらい上げながらですね、話していきたいと思っておりまして、で、まず上げたいのはね、これ、オジャルサバルなんですけれども、で、オジャルサバルもですね、まあ、ジェラール・モレノと同じぐらい、なんかこう、あんま評価されてないっていうか、もうちょっと評価されても、いいんじゃないかなって思ってる選手で、で、彼はまあ、左利きでですね、まあ、ラレアルで言うと433で左のウィングに入ることが多いんですが、今シーズンはね、ダビド・シルバが怪我でいないときは、インサイドハーフ、で右側に入ったりとか、スペイン代表での起用もですね、まあセンターフォワードやったりウィングやったり、そういうことインサイドハーフやったり、結構いろんなところで使われるんですけれども、キックもうまいですし、もちろんこう止める蹴るはしっかりしていて、でシュート、まあ、フィニッシュの精度も高いですし、まあ、最近ではフリーキックなんかも蹴ったりしてますし、まあただそれだけじゃなくて、オンザボールだけではなくてもオフザボールに関してもフリーランとかめちゃくちゃうまいですし、こうスペースをつくタイミングとか相手のマークを外す動きとかね、すごい質が高いんでね、オジャルサバルもなんかぜひ見てほしいなと思いつつ、この選手注目すべきだなと思っています。そして、まあ、オジャルサバルのねチームメイトでもありますけれども、まあ、はい、イサクですね。で、まあ、アレクサンドリサクですけれども、やっぱり、当初は、ラレアル移籍してきて、ウィリアン・ジョデとレギュラー争いしてたりもしたんですが、もう今は完全にレギュラーになって、
って、で、カルロス・フェルナンデスが移籍してきたけど、ポジションは譲っていないと。というところで、さらに言うと、もうスウェーデン代表にも定着していて、もう今、イブラヒモビッチと一緒にね、トップでコンビ組んでたりしますけれども、イサクは本当にこうね、センターフォワードのところにいて、まあ、起点にもなりますし、その433でセンターフォワードのところにいるんですけれども、結構動くんで、で、そのディアゴナルランで相手のセンターバックの背中を取るっていう動きは本当に秀逸なんで、あとはまあクロスに対してもね、ちゃんとこうプルアウェイして入っていくみたいな、結構そのフォワードの選手としての基本がものすごくちゃんとできてるっていうんですかね。そういうのがある選手ですし、あの決定力もね、ちょっと一時期点取れない時期だったんですけど、やっぱり基本的には備えてる選手だと思いますんでね、あのイサクもやっぱり、注目してほしいなと、注目すべきかなというふうに思っております。そして、まあ、ある意味、こっからですね。で、この選手を僕挙げたいんですけれども、はい、ラファミルですね。で、ウエスカーでですね、今シーズン、まあ、ミチェル、まあ、前監督と、今、パチェタ監督のもとで、プレイしてきていて、で、まあ、ウエスカーは結構、まあ、岡崎慎司もいますけれども、あの、前線の選手はちょっとこう、まあ、定まんなかったっていうか、いろいろね、サンドルとかも取ってきたりして、いい選手が取ってるんだけど、ですけれども、なかなかこう、はまんないみたいなところがあったりして、ただ、ラファミルはその中でも、まあ、センターフォワードでも、ウィングでもプレイできますし、だから、なんといっても、すごい、まあ、でかい。サイズがあって、で、スピードもあって、基本的にこう、ね、なんていうんですかね、アスリート能力がまず高くて、で、なんか、確かバルサ戦だったと思いますけれども、折り返し、センタリングが来て、折り返しを、ヘディングの折り返しが来て、そこに最後ラファミルが飛び込んだんだけれど、普通にヘディングすればいいんですが、身体能力があり余って最後胸でなんかちょっと外しちゃったみたいなシーンがあったんですけれども、はい、まあそれぐらいね、こう、なんかすごい、能力あり余ってるなっていう、身体能力、ポテンシャルが高すぎるっていう選手でもありますから、まあ彼も、まあ実はバレンシアのカンテラノでもあるんですけれども、彼もおそらく今シーズン終わった時に各クラブの、まあね、争奪戦があるかなと思いますし、まあなんか、他国のリーグ、特にプレミアリーグとかも合いそうだなって個人的には思っていたりするんで、こちらもですね、まあまずウエスカ残留できるかどうかっていうところもそうですし、割と今こうね、パチェタが来てハマってきて、チームとしてもハマってきてるし、そこにこう、きちんと、ラファミルもフィットしてきてるっていうところで、まあ、ウェスカー岡崎もいますから、試合見るときとかは注目してほしいですし、これからね、またシーズン終わって、マーケット開いたときに、このラファミルって名前覚えておくと結構いいんじゃないかなと思います。そして、まあ、ラリーガで言うとですね、僕はちょっと結構今シーズンね、注目してたというか上げたかったんですけど、はい、ルーカス・ボイエ、ですね、エルチェ。で、この選手は、僕すごいいい選手だなと思ってて、で、それこそなんかこう、まあ、ちょっと旧来型のストライカーっていうんですかね。で、まあ、442で2トップやった時に、その片割れにいてほしいタイプの選手で、まあ、ちょっと前の時代で言うと本当、こう、ビエリとか、ちょっと身長でかすぎるかもしれないけど、ヤンコラとかね、そういうタイプの選手、万能型の選手、まあ、それこそイブラヒモビッチもいいですけど、今の時代で言うと。まあ、ポストプレイできますし、裏抜けもうまいですし、シュートも右でも左でも打てて、いろんなこうゴールパターン持ってる選手なんで、やっぱりエルチェはこの選手いるかいないかでかなり試合のこう内容変わっちゃいますし、まあ、本当はね、できれば多分ルーカス・ボイエがこうゴールすることだけに集中できていれば、多分シーズンね、15ゴール、20ゴールぐらいしてももうおかしくないぐらいのクオリティの選手だと思いますし、まあ、エルチェだとね、ポストプレイやったりとか、体張んなきゃいけなかったりとか、まあ、守備、まあ、前線からプレス行かなきゃいけなかったり、結構献身的なところもあるんで、そういうのやんなきゃいけないんで、まだまだ、ね、ゴール数も伸びきっていないところはありますけれども、で、このあたりの選手をですね、まあ、おそらく、このね、夏におっしゃるセビージャとか、まあ、ビジャレアルとか、ね、まあ、どうでしょう、グラナダ、うん、まあ、そのあたりの、こうね、リーガで言うと、4位、5位、6位、7位、8位ぐらいのチームがですね、この選手取りに行くんじゃないかなと、まあ、個人的にはね、睨んでいたりもするんでですね、まあ、ルーカス・ボイエもですね、ぜひ、今のうちからですね、皆さんにはチェックしていただければというふうに思っておりましてですね、はい、今回の動画はですね、まあ、このあたりで締めたいと思います。